人内は、江戸時代後期から、明治初期の小樽のアイヌの総お名め、及びその人物をモチーフとした、近現代日本の説話集に登場する架空のアイヌの少女。伝説では、赤岩山の洞窟のオロチを殺した、と言われる。安政三年時点で、小樽内場所のクッタル市にある集落に住んでいたことが、記録されている。小樽内場所人別町によると、人内、 母ルシアカ、妻ハロシオとある。安政三年当時のオタル内総大人は殺せ勝ちであり、この時点ではまだ総大人ではなかった。明治四年にオタルアイヌの総お名として、高島の総お名、ナウトと共に連名で署名しているのが見られる。明治六年五月、アイヌブラク統制の役人制は廃止され、役職は五町となる。新政府は、 アイヌの解明を積極的に進めたため、この頃は妙に解明したと思われる。小樽内集落は、小樽内側の支流、マサラカオマプに住んでいたアイヌが、和人によって移されたものであり、首都内の祖先はもともと銭箱三丁目に住んでいたと思われる。高下三年、松浦武四郎が首都内の住んでいたクッタル市の集落を訪れたき、 アイヌ女性がコグマを後六匹を世話していたことを記録している。なお、小樽市ではこの集落における熊祭りについても紹介しており、コグマたちは祭りに用いられたようだ。赤岩の白竜権限道をくつむかし、赤岩山の洞窟に、オロチが住んでいた。身の丈は七、八丈、銅の太さは四とそほど。夜な夜な村に出てきては人をさらい、作物を荒らすので、 村人はいつも不安な毎日を送っていた。少しでもオロチからの被害をなくそうと、熊の肉や鹿の肉などをお供えして祭りをしてみたが、一向効き目がない。そんなある夜、オロチは村人の夢枕に立ち12、3歳の無垢の娘を食いたいと言った。村中大騒ぎになり、しかし相変わらず被害が絶えないので、やむを得ず、村の娘たちを毎年1回、 8月15日の日に備えることにした。こうして、すでに9年たち、9人の娘が生贄になった。そして10人目の娘を備える、祭りの日が近づいてくる。アイヌの村長の末娘、シトナイが、この生贄の話を聞き、彼女は犠牲になることを志願する。父母は愛しい娘の願いをとても許すことが、できなかったが、シトナイの決心は固かった。シトナイは、 切れ味の良いまきりと漁に連れて行く猛犬を連れて家を出た。赤岩山に着いたのは夕闇見迫る頃であった。人内は十五夜の月が出ないうちと数十メートルの岩壁を何の苦もなくよじ登り、その洞窟へ行き、持ってきた熊と鹿の肉を入り口に備え、岩陰に身を忍ばせて様子を伺っていた。満月がだんだんと頭上に登り始め、山や海を照らす、その時、 天地も崩れんばかりの響きとともにオロチは両目を太陽のごとくに光らせ穴の口に出てきた。大口を開け一気に熊の肉を食い尽くすや、次に鹿の肉に食いかかろうとした。その時岩陰の人内は愛犬を放した。一声高く吠えるや、稲や、犬は猛然とオロチに飛びかかり、しばし組み争っていたが、ついにオロチの喉に噛みついた。急所の痛手に耐えられず、 さすがのオロチもとうとう動かなくなった。人内は隠し持っていたマキリを抜き放ちオロチにとどめを刺し、洞窟へと入っていった。中には今まで犠牲にとなった九人の娘の骨が散らばっていた。一つ一つ拾い集めながら、人内は骨を背負い、愛犬を従えて家に帰っていった。この時から村に平和な生活が訪れたが、後のたたりを恐れて、この洞窟に、 白龍大権限を祀ることになったという、人内単には主に二つの型がある。一つは、人内が十人目の池に家で、六人姉妹の末っ子で、年齢が十二、三歳という型。もう一つは九人目の池に家で、九人姉妹の末っ子で、十五歳という型。前者は、新聞記者、青木順次。後者は、郷土史や、橋本隆史直が文章化したのが初出。 ありがとうございます。